レンタル収納スペーストランクルームなら、ライゼボックスライゼボックス屋内型トランクルームのライゼボックスは大阪、兵庫、京都、奈良に1万3000ルーム展開中。セキュリティなど充実設備で女性も安心の収納スペースです。お近くの店舗の利用料や空き情報を今すぐご確認ください。株式会社ライゼはトランクルームの運営などを行う日本の企業である。 大阪府大阪市北区梅田に本社を置き、東京都千代田区神田市町には、東京ライゼ株式会社が置かれている。関西、関東の2地域で、家財道具、荷物などを収納するための賃貸スペースライゼボックスや都市型賃貸ホビースペースライゼホビーを運営しており、また月決め駐車場、ライゼパークの運営も行っている。株式会社ライゼが運営するレンタル収納スペース。 日本スピンドル製造による新規事業として1992年に第1号となる店舗を大阪市住之江区に開業。女性利用者が多く、一方で工述するライゼンホビーシリーズは男性向きに開発したサービスであるという土地有効活用の発想を利用し建物の1階にガレージ、2階に倉庫という方式が採用されている。コインパーキングや コンビニエンスストアといった業種との複合施設として、単独でも6階建てなど、中層建築物としても建設されるケースが多い。また24時間出し入れが可能なセキュリティ、自動換気、システム、エレベーター、エアコン、フリーラックといった利用者の要望を取り入れると、荷物の収納に特化した設備とサービスを採用している。1996年には、千葉県市川市に、 関東地方において初となる店舗を開業し、同年の産経新聞では24時間出し入れ自由で手数料不要の手軽さが受けている新業態として紹介されている。また日経アーキテクチャの記事ではオフィスビルの用途転用の成功例として2003年8月に開業した中野中央ライゼボックスを挙げており、 オープンから約1ヶ月半で127室が満室となり、回収投資額1800万円はおよそ5年で回収できる見通しであるとしている。富士山系ビジネス愛の記事では、一見すると綺麗な新築マンションかと見まがうほど、従来のレンタルルームのイメージとはほど遠いとされており、清潔、安心、安全、低価格のコンセプトが主婦層に支持されるゆえんだろうとしている。 また、住宅新報の記事では、退居時や維持管理のメンテナンスに手間や費用がほとんどかからないため、賃貸住宅と比較してリスクが低いことが特徴の一つであるとされている。1995年の阪神・淡路大震災では被災者に対し無料で貸し出しを行った。2011年の東日本大震災の際にも被災者に無料で貸し出しを行っている。 株式会社ライゼが運営する都市型賃貸ガレージ。2006年に販売開始。女性利用者が多い、ライゼボックスに対して、男性ならばどういった空間が欲しいかという視点で開発したサービスであるという。アトリエや工房、アウトドアグッズのセッティングスペース、コレクションのディスプレイルームや書庫、書斎として、さらには隠れ家的な場所を求めて借りる人も多いとされる。 日経トレンディネットでは、関西を中心に人気を集めている、ユニークな賃貸ホビースペースとして紹介された。また、産経新聞の記事では、都市部で人気を集める賃貸ガレージとして紹介され、2012年1月に開催された大阪モーターショーの会場では、組み立て式、ガレージ、ライゼホビーパーソナルが展示され注目を集めたという、ありがとうございます。